気があって、乗るための整理券が出るほどなんだけど、猫空の町はそんなことで観光化しすぎることもなく、お茶を飲む人の数がちょっと増えたくらいらしい。ロープウェイのゴンドラの中はかなり暑い。細い空気孔から風が入るっていうけど、Thank you.